フランスのマースインコーポレット、スジーワン、パッタイエビ麺。揚げ麺で粉末ソースと火薬は最初から入っています。麺は幅4ミリの薄い扁平断面です。2センチほどの短な麺なので箸で食べるのは難しいです。麺が水分を吸収することで湯切りを必要としない汁なし麺ですが、気泡感が強く粘りがなく脆い印象で口に含むと崩れそうです。ソースは大陸的な香草の匂いが強く、すっきりと爽やかな印象です。旨味は弱いですが欠点だとは思いません。適度な辛さとわずかな醤油の香りがあります。エビっぽい香ばしさは弱く、油っぽさはありません。グアネリとコリアンダー、細かな人参の粒です。パッタイはタイの焼きそばですが、日本やアジアのカップ麺とは全然違う世界です。インドや中東っぽい感覚があるように思います。みんな大好きトントン。